キース・アンドリュー・レジャーは、オーストラリア出身の俳優。オーストラリアで、テレビ、映画に出演した後、1999年に、恋の空騒ぎで、ハリウッドデビューを果たす。当初は、アイドル路線的な注目だったが、ほどなくして本人がこの路線を拒否し、以後出演作品を選ぶようになった。ブロークバック・マウンテンの演技が絶賛され、26歳で、アカデミー主演男優賞に、 ノミネート、一役若手演技派俳優と目されるようになった。その後も、順調にキャリアを重ねていったが、2008年、睡眠薬などの薬物併用摂取による、急性薬物中毒により休止した。死後、ダークナイトの演技により、アカデミー助演男優賞を受賞した。28歳での同賞受賞は、史上4番目の若さだった。1979年4月4日、 西オーストラリア州パースにて生まれる。ファーストネームのヒースは、エミリー・ブロンペの小説、嵐が丘の主人公ヒース・クリフに由来する。父親のキム・レジャーは、レーサー兼鉱山エンジニア、母親のサリー・レジャーはフランス語教師だった。レジャー家は、スコットランド人とアイルランド人の血を引くパースでは、有名な家系で、先祖は、レジャーエンジニアリング・ファウンドリーという芋の工場を、 経営して、パウスからカルグエリエイタル有名なパイプライン建設の際には原材料を供給していた。また、ヒースの曽祖,祖父の名前を冠した団体、サーフランク・レジャー事前信託は、地元の大学に対して講師を招いたり才能ある学生へ、奨学金を支給するために財政援助をしており、地域の人々から尊敬を集めている。ヒース・レジャーが11歳の時に、 両親は離婚した。その後、父親はエマ・ブラウンと母親はロジャー・ベルと再婚した。兄弟には、ジッシとイボ妹、イーフ妹がいる。学生時代は、ホッケー選手として活躍し、演劇部の部長を務めた。飛び級で16歳の時に高校を卒業。10歳の時に、地元の劇団に所属し、オーストラリア国内の舞台やテレビに出演。 小さい役ながら1992年公開のクラウニングアラウンドに出演している。1996年、オーストラリアのテレビドラマ、スウェットでレギュラー役をつかむ。番組自体あまり人気がなく、また役柄が芸役だったこともあり、この頃、街中で嫌がらせやいじめを受けることもあったというが、彼の演技は業界関係者の注目を浴び、これが 本格的なキャリアの出発点となった。その後、1997年公開のオーストラリア映画ブラックロックで本格的に映画デビューを果たし、同年に全米放送のテレビシリーズロアーでさらに注目を集めた。1999年公開の恋の空騒ぎでハリウッドに進出。この映画の成功でキースレジャーの元には、 アイドル路線的な役柄のオファーが殺到するようになったが、本人がこの路線を拒否し、エージェントにはシリアスで重みのある役柄を演じたいと申し入れた。しかし、大した実績もない駆け出しの若手俳優にそうしたオファーが早々来るはずもなく、その後ほぼ一年間、本人曰くヌードルと水だけの貧窮生活を送ることになった。2000年、ヒースレジャーは、 パトリオットに出演して、メルギブソンの息子役を演じた。この映画の評価自体は2分されたものだったが、レジャー自身は、メジャーなスターになれるだけの才能とルックスを備えている、と評価されるなど、その演技は、好感を持って受け入れられた。2001年公開のチョコレートでは、ビリー・ボブソントンの息子役を演じた。冒頭40分足らずの出演であったが、その演技は、 短いながらも強烈な存在感との批評を得るなど、単なる若手アイドル俳優ではないことを示した。ダニエル・デイ・ルイスも、後年の全米映画俳優組合賞での追悼スピーチの中で、ブロークバック・マウンテンと共にこの映画での彼の演技を称えている。2001年公開のロック・ユーでハリウッド作品に初主演する。この作品は、 全米興行収入初登場1位を記録、約5600万ドルのヒットとなり、トップスターの仲間入りを果たす。この年のピープル氏の最も美しい人物50人にも選出された。その後も、サハラに舞う羽根や、ケリー・ザン・ンャング、ブラザーズ、グリムなど、様々なジャンルの映画に出演した。これらの映画において、ヒース・レジャーの演技は、それなりに評価される向きもあったものの、 映画自体の興行が、いずれも振るわず、また非評価からの作品レビューも辛辣なものがあった。2004年制作、2005年公開の映画、ブロークバックマウンテンに、イニス・デルマー役として出演した。ヒース・レジャーは、セリフの少ない、この主人公の20歳から40歳近くまで20年に、及ぶ役柄を、わずかなメイクと、あとは歯を食いしばるような喋り方や声の調子を変える。 ことで演じた。抑制的な、時に劇場を爆発させる彼の演技は、批評家からマーロン・ブランドやショーン・ペンのそれに秘せられるなど、手放しの絶賛を受けた。ヒース・レジャーはこの役で、ニューヨーク映画批評家協会賞などを受賞。また、史上9番目の若さで、アカデミー主演男優賞にノミネートされ、映画芸術科学アカデミーの会員に招待された。 ブロークバックマウンテンは2005年度の各映画賞を総なめにした。また、当初全米で5巻のみという上映であったが次第に上映感を増やし、興行収入もこの種の映画では考えられないほど記録的なものになった。第64回ベネチア国際映画祭にて、左からリチャード・ギア、トッド・ヘインズ、シャルロット・ゲンズ・ブール、ヒース・レジャー、ブロークバックマウンテンの後、 ロマンティックコメディ映画、カサノバに出演した。作品自体評価のあまり高くないドタバタ喜劇で、レジャーのカリスマ性と知性は、発想が陳腐で演出も、不器用なこのバロックフーダー作には、もったいなさすぎると、前作で名声を得た。彼がこうした B 級映画に出ることを惜しむ批評もあったが、レジャー自身はこの映画の出演を楽しんだ。2006年公開のオーストラリア映画、キャンディでは、 ドラッグに溺れる、詩人死亡の役柄を演じた。映画自体は、ブロークバックマウンテン以前に撮られていたが、公開は2006年まで先延ばしにされていた。低予算で作られた映画だったが、ブロークバックマウンテン以降のヒースレジャーの人気もあって、公開されると、それなりの興行収入を叩き出した。彼の演技も、レジャーは、まっすぐに生きられない人間を、傑出した才能を演じた。 彼は冒頭からキャラクターになりきっていると評されるなど、非評価から高い評価を受けた。2007年公開のアイム・ノット・ゼアでは、ボブ・ディラン役を演じる6人の俳優の一人として出演した。この映画がヒース・レジャーの生前に公開された最後の映画となった。2008年の死後に公開されたダークナイトでは、主人公バットマンの宿敵ジョーカーを演じた。ヒース・レジャーは、 一ヶ月間ロンドンのホテルに一人きりで、閉じこもおり、ジョーカー独特の声や笑い方を作り上げるなどして、圧倒的な役作りで撮影に臨み、ジャック・ニコルソンとは、また違ったジョーカー像を想像することに成功し、批評家から高い評価を得た。この作品で彼は、アカデミー助演団優勝、ゴールデングローブ賞助演団優勝、英国アカデミー賞助演団優勝など、 主要映画賞を総なめにした。個人のアカデミー賞受賞は、ピーター・フィンチ以来32年ぶりに例名となる。アカデミー受賞式には亡き本人に代わり、両親と姉が出席。父親のキム・レジャーは、息子の演技を評価していただき、ありがとうございますと礼を述べた。また、関係者にも感謝の意を伝え、息子は映画の世界を愛していましたとメッセージを送った。また、 同女演団優勝の中では、史上4番目の若さでの受賞となった。死亡時、テリー・ギー・リアム監督作、ドクター・パルナサスの鏡の撮影途中であったため、ジョーカーを演じた、ダークナイトが遺作になるものと見られていたが、親友のジョニー・デップ、コリン・ファレル、ジュードローが、代役の出演を快楽して、制作の続行が可能になり、無事に完成し公開された。なお、 本作でのヒースの演技はカット加工されることなく予定通り使用された。さらにヒースの代役を務めた3人は出演料のすべてを娘のマティルダに寄付した。ヒースレジャーは映画監督業にも興味があり、生前いくつかのミュージックビデオでは監督を務めている。2006年にはオーストラリアのヒップホップアーティストエヌファのシングルセダクションイズエビルやベン・ハーパーのシングル モーニングイヤリングのミュージックビデオを監督した。住んでいたアパートに置かれた喧嘩2008年1月22日、ヒースは映画ダークナイトの完成を待たずに、マンハッタンの自宅アパートで全裸状態の遺体が発見された。28歳ボーツ。前年11月頃から不眠症となり、とても疲れているのに2時間ほどしか眠れないと映画ダークナイト出演に際してのインタビューでは、 睡眠薬服用を公言している。また、インタビュー時期は、自身の婚約解消と別居が重なる時期でもあった。当時はインフルエンザにもかかっており、薬の併用摂取による、急性薬物中毒による事故死だった。1月26日に、ロサンゼルスで2月9日に、地元パースの学校で葬儀が行われた。2001年から2002年までは、 ヘザー・グラファム、2002年から2004年までは、ナオミ・ワッツと交際。ブロークバック・マウンテンで共演した女優、ミッシェル・ウィリアムズと2005年に婚約。同年10月28日に、長女・マティルダ・ローズが誕生したが、2007年9月に、婚約解消。その後は、ヘレナ・クリステンセン、ジェマ・ワード、メアリー・ケイ・ドールセンとも、交際の噂があった。ありがとうございます。